はいはい、ゴルフを周りで始める人がこの年齢になってくると増えてくるんですけど、うん、なんかすごい寂しくなるんですよね、ゴルフ始められると。超わかる。まあ、やってみてもいいんじゃないかなっていうのを思うけど、面白いんでしょうね絶対やったら、うん、なんかさ朝もう飲みすぎて朝帰ったりとかするときに、うん、早朝、うん、まあ、4時とかですけど、うん、そのゴルフのタクシーとか待ってる人いるじゃないですか、うんうん、見た、まあ、なんか自分の逆にいる人だって思います、ね、本当に入れ違いで自分はもうあこんな時間までやっちゃったなと思って帰ってくるときに今起きて早起きしてゴルフに行くって人とすれ違う。そこでまた自分の悪魔をこう、そうです ね大きく育てていく、はい、あっちには行かないぞ。高島さん、うん、まあ、テレビでは結構見ていたんですけど、でもあんまり変わらないですよね、うん、あのいい意味でいつも裏側も見てたような気がするというか、うん、うるせえんだよ早くさ、途中から歌のところからやって、歌のところから。結構そのライブ会場、そのコンサートの会場の楽屋とかその裏側が今回あの映っていたじゃないですか、うんうんうん、優しく言う人もいるかもしれないですけど、やっぱミスはミスなので、うんうん、僕は結構言っちゃいますね、きつめに、はいはいはい、でも自分もそう言われても別にいいと思ってくれて、うんうん、やっぱお客さんに聞いてもらってなんぼのところですし、そうですね、やっぱりそこはこうお客さんにとっては関係ないですからね、裏側なんていくら仲良くしてようがピリピリしてようがいいもの見れたら、なんかそこにやっぱりフォーカスできない人がいるとちょっと自分も結構腹立ってしまうっていうのがあって、うん、ね、やっぱり仕事が全然なかった頃とかがあったら、みんながみんなではないんだろうけど、仕事を手に入れた時にあのその時の感覚絶対に忘れたくないし、うん、だったらその状況にあったらその状況でのさらに植えるというか、何かその立場でできることを探してより面白いことを見つけていきたいと思うけども、まあ、もう安心、もうここまで来れば安心みたいな感じで力を抜いて、なんかもうルーティンになってしまうような人とかもいたりすると。誰ですか、ちなみに。ちょっと切ってもらっていいですか。いや結構いいよ。いやだからそれだけ僕食うっていうところまで行くことが 大変だっていうことにもつながるんだけども、バンドでいうとメジャーデビューしたらそういう感じかもしれないですね、うん、実際すごいいろんな意味で可能性が広がっていくわけじゃない、はい、それまでずっとこう一緒にやってきたけども、そこに立ったらそれぞれの生き方がバッて芽生えて、その方向性がすごい、はい、方向性が違った時にモチベーションをずっとこうキープ乾き続けられるのかっていうか、こう、あ、どうそういうことっていうことを考えたりとかですね。僕の場合は変わらないですね、ステイハングリーみたいな、その中で一番最後尾にいつも行けるっていうか、それは才能だと思うんですけど、うん、なんかどういう状況にいても、うん、みんなはあ、よかったねって言ってくれるけど、うん、その今の現状の中で一番後ろに並べるから、うん、足りないなっていうところを探せるので、うん、そういう意味では乾いていられるのかもしれないですね、うん、そこで後ろに行けない人もいるじゃないですか、うん、まあ、先頭に並んだままでいてしまう人、うん、そういう人もやっぱ周りで見てて分かるんですけど、うん、それはそれで不幸なことだなと思いますけどね。例えば どういう方が。ちょっと切ってもらっていいですか。数億円の音とかが分かるのかね。いや、分かんない。触った時に分かりますね、やっぱり高いのが高い。思想するとそうなんだ。もう値段でそんな高くないやつはこう自分で握ってる感じがあるんですけど、高いのは向こうからこっちに来るっていう感じ。うわちょっといいのか、ちょっと向こうから。ストラディバリウスっていうか高級な楽器は、そう、疲れるんですけどやっぱり手に吸い付いてくるんですよね、高級な楽器って。と言いますか、握った手のひらに楽器の方から吸い付いてくるって感覚があるので、うん、ちゃんと言ってくれるよね。毎回3回目やのにちゃんと言ってくれるよね。
いや楽器ね、その俺は弾いたことないから分かんないけども、はい、その吸い付くっていうあれはなんとなく分かる、はい、でみんながえー、みたいな、え、何ですか、茶化してて俺ちょっと気持ち分かってんだけど、なんでそんな助けてくれなかったんですか、あの時あんな助け立ちしたらこっちもバン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 食らうやん、もうそんなもう分かりきってあるからもういかんとこって思ってでもそれ本当あって、うん、楽器は不思議ですよね、使えば使うほど木だからなん、やっぱ音が良くなっていくんですよね、使えば使うほど鳴りが良くなってくる、鳴れば鳴るほど、気のせいとかじゃなくて明らかにもう値段でそうなってるっていうことはもうちゃんと証明されてるっていうことは、まあ、気のせいと気のせいかけたんですはい今俺気づいた、恥ずかしい、全然、いや本当そんな、はい、そうです、もちろんじゃないですか、はいって、日本最多7頭のパンダを育てるアドベンチャーワールド、子パンダ1歳の親離れ、その裏側、吉田智子のセブンルール